皆さんこんにちは。9月13日土曜日。間違えました。14日土曜日。<laughs> リプレゼントのラジオ、リプラジオをお届けしていきます。本日、パーソナリティの津山純子です。よろしくお願いいたします。それでは早速ですが、番組説明をさせていただきます。改めまして、リプレゼントとは、沖縄国際大学の卒業生、在校生で結成された詩の朗読団体です。 主に県内を中心にライブハウスやコワーキングスペースで活動しています。そんなリプレゼントメンバーが雑談や朗読、県内のライブ情報、展示会情報を中心に放送していく1時間のトーク番組となっております。ということで始まりましたリプーラジ皆様いかがお過ごしでしょうかなんか噂によると今台風がすごく近づいているようなんですけれども、思っていた以上にね、 大丈夫そう、大丈夫そうとか言ったらなんかやばくなりそうなんですけど <laughs>、そうそう、もうちょっとなんか雨風ひどくなるかなと思ったんですけど、比較的今回落ち着いているかなって思います。なんか暴風域入るかなっていうのをちょっと懸念してたんですけど、とまだ強風域の段階みたいなので、ね、でも今見た感じ、結構風は強くなってきている様子なので、もしこれからお出かけされる方は、あの運転とか気をつけてください。 はい、いいですねで。ちなみになんですけど、ちょっと台風と全然関係ない話になるんですが、実は今月、私が好きなアニメが映画になりまして、今月2回公開されるんですけれども、でその好きな映画っていうのが、まず1つが、プリキュアの映画になっています。今毎週日曜日曜 朝の8時半から放送しているワンダフルプリキュアっていうプリキュアの作品があってその作品の映画になってますで結構ねあのプリキュア毎回なんだろうな映画を映画が公開するタイミングで何かしらのネタバレが SNS に転がってることが多くてそうそのネ,ネタバレを踏まないように してたたんんでですすがあそう昨日公開だったんですよこの9月13日金曜日にプリキュアの映画が公開されててなんかちょっとネタバレ踏まないように自分も早く行きたいなと思ってなんか月曜日ぐらいに行こうかなと思ってたんですけど早速ネタバレ踏んでしまって <laughs> っていうのもこのプリキュアの映画の中でなんだろうな映画の中で新しいキャラクタービジュアルが公開される。 っていう予定だったんですけど公式がもう早々にネタバレしちゃって <laughs> その公式が言うならいいかと思ったんですけどそう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 で今このワン「ワンダフルプリキュア」っていうのが、まあ、主人公の女の子とそのお友達の女の子とあと男の子がもう一人いるんですけどその3人が、まあ、自分の飼っている犬や猫 とかウサギとかと一緒にもう毎日をワンダフルに過ごしていくみたいな話になっててでその中で男の子が一応一人いて男の子がこの主人公の女の子とよく絡んでるんですけどその男の子がもうプリキュア始まった段階からこいつもプリキュアになるんじゃないかっていう噂がすごい立っていてで嘘か本当か分かんないんですけど <laughs> そう。 でその男の子が飼っているウサギも実はプリキュアになるんじゃないかみたいな噂がすごい出てたんですよで今回まだ映画を見ていないのでどういう結果になったのかわからないんですけれどもなんかその男の子とウサギ飼っているウサギくんがあの擬人擬人化じゃないかこの人になった状態で映画に出演すると で、そのキャラクタービジュアルが今回公開されたんですよ。だからもしかしたら今後の普通のプリキュアの作品にもこの2人が出てくるのではないか。あわよくばプリキュアとして一緒に戦ってくれるんじゃないかと勝手に思っております。かな、なんかかなりビジュアルが良かったので、もし興味ある方見ていただければなと思います。ワンダフルプリキュアで検索してみてください。 で、ちなみに声優ももう公開されてたんですけどうさぎの声優ずっと誰なんだろうって思っててすいませんちょっとオタクの話になっちゃうかもしれないんですけどそう、まあ、大福君っていうかわいらしいうさぎのキャラクターがいてその子がえっとねずっと喋らないんですよ犬だったら吠えるし猫とかもなんか喋ったりするんですけどうさぎのキャラクターだけ何も鳴かなくて言葉を発しないキャラクターだったんですよ だからずっと声優が気になっててで昨日公開された情報によるとあのうさぎの声優がなんと中村雄一さんっていうちょっと渋いあのイケボの <laughs> 方だったのでちょっとルックスじゃなくてこのキャラクターの美女とギャップがあってちょっと楽しみだなっていうのが今一番ありますいやあプリキュアの映画ね楽しみ皆さんもぜひ見に行ってください ぜぜひぜひその他にもねもう一つの自分の好きな映画が「ギブン」っていう映画なんですけどこれはあの簡単に言うとボーイズラブ作品のアニメ映画になっていて、まあ、バンドとかこの学生時代の人間関係を通して友情であったり愛情をえっと培っていくではないですけどそういう物語になっています結構ハートフルな作品かなと思って見始めたんですけど結構内容がねしっかりしてて重くて重,重すぎないけど まあそれぞれのキャラクター性がすごく際立つ作品かなと思っています。で、あと、このギブンが出しているバンドの曲もすごいいい曲ばっかなので、もしよければ聴いてみてください。サブスクとかにも上がっているので、調べてみてください。ギブンで調べると出てくるかな。はい。って感じです。とりあえず何が言いたかったかっていうと、 映画を見る前にネタバレを踏まないようにしてたのに、昨日早々に踏みましたっていう話でした。<laughs> ありがとうございました。はいということで、早速なんですけれども、本日のトークテーマに移りたいと思います。と本日のトークテーマは、まる<ー>の秋。 本日のトークテーマは「〇〇の秋」ということでとそろそろ夏も終わりに近づいてきたかなと思いますのでもう先にね今年の秋は何しようかなっていうのを考えていきたいなと思っています、まあ、例えば〇〇の秋っていうと食欲の秋だとか読書の秋だとか、まあ、芸術の秋映画の秋とかいろいろ言われてるかなと思うんですけれども皆さんは今年どういう秋にしたいなとかあったりするんですかね そうそうそう私もちょっといろいろ考えていたんですけど今日はこのテーマで皆さんからもコメントもらいながらおしゃべりしていけたらなと思っておりますので気軽にコメントいただけると嬉しいですいいですねで後ろで流させてもらっているのが「s u i f r o ムヨルシカでえっ、ー、で若者のすべてフジファブリックさんのカバーになっております はいまあなんかそろそろ夏も終わりだねっていう話をしたんですけど夏沖縄の夏は多分まだ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 だと思うんですけどねそうそうそう秋って結構食べ物も美味しくなったりとかなんかいろいろあるかなと思うのではいおしゃべりしていこうかなと思いますよいしょこの番組ではメッセージを募集しています メールアドレスは7 9 7 a t f m g i n o 1 c o m メールアドレスは7 9 7 a t f m g i n o 1 c o m x のも連動していますハッシュタグリプラジとつけて投稿してくれると嬉しいです後ほどラジオメンバーがエコさせて回りたいと思いますそしてツイキャスト YouTube ライブで映像と音声をネット配信中 スマホの場合はリスンラジオリスラジからパソコンでお聞きの方は FM 犬のワンのホームページからもご覧いただ、ご視聴いただけますそちらもぜひお楽しみくださいツイキャスではコメントもどしどしお待ちしておりますのでこの後16時までの1時間どうぞお付き合いくださいお疲れ様。 リプレゼントのラジオリプラジお届けしていきます。改めまして本日パーソナリティの鈴山鈴子です。本日のトークテーマはまるまるの秋です。番組のご感想などもお待ちしております。SNS 等でハッシュタグリプラジとつけてくれると嬉しいですよろしくお願いします。<laughs> 危ない危ない。早速コメントもありがとうございます。タミさん、はいさーいはいさーい。よかったりゆっくりしててください。 でメールもありがとうございます。ずんこさん、こんにちは。ラジオネーム、たかぼです。テーマ、○○な秋。季節は秋だけど、沖縄ではこのテーマ、まだ早いんでないかい用事で外にいるけど、台風の影響で厚めの雲に覆われていますよ。ただ、台風のおかげで風があるため、湿っとくるけど過ごしやすいたまに日も差します。 東京にいた頃は確実に空気が暑いから涼しいに変わります。また雲の形が入道雲から風にたなびくような薄い後ろ髪を引かれるような雲が高い位置に現れます。そうするとどこからともなく秋が忍び寄ってきますね。 その時の秋もやっと訪れたかと思えば誰に断るともなく遠慮がちに去っていき嫌いな冬へと寒さに支配される5ヶ月間に身を震わせますそれに対して沖縄の秋はどこにあるのかわからないうちに年の瀬を迎えますだからテーマで言うと小さな秋どうやって見つけようかですねはっきりしない秋それが沖縄の秋ですねありがとうございますなんか 短い小説を読んだような気分になりましたすごい文章が綺麗です。でもそうですよねやっぱ東京と沖縄だとこの秋の感じ方ってだいぶ違うんだろうなって思いました私も正直沖縄で秋っていうとなんか本当に1週間あるかなーぐらいの感覚ででもむしろ冬っていう感覚もなくてなんかずっと夏と秋みたいな なんか沖縄ってあんまり急に寒あ、急に寒くなることってあんまりないじゃないですか。この、なんだろうな、東京の方、県外の方とかに比べると、やっぱ沖縄って、この四季っていうのが、ちょっと緩やかに変わっていくのかな、あんまりこの、感じづらいのかなとも思ったりしますね。そうかそうか小さな秋、どうやって見つけようかですね。なんかもし、 最近見つけた小さな秋があれば教えていただけると嬉しいです。はいということで、えっと、本日のトークテーマ「○○の秋」なんですけれども皆さんは秋といえばどんな秋を思い浮かべますか私はやっぱり台本にもいろいろ書いたんですけど食べることが本当に好きなのでやっぱり一番は食欲の秋かなと思っております。はい で、食欲の秋でも何だろうな私秋の時期にすごい好きな食べ物が出るんですけど何かっていうとさつまいもなんですよさつまいもに限らないんですけど芋系の食べ物がすごい大好きでそうそうそうでコンビニとかに遊びに行く寄ったりするとこのお菓子のコーナーがだいぶこのあお菓子とかスイーツのコーナーが 芋の色でで溢れててすすごいい嬉しいんですよね個人的に最近もファミマとかの近くのコンビニ行った時に、まあ、スイーツが本当に芋だらけになっててあガンプックって思いましたまだ食べてないんですけど <laughs> そうそう幸せな空間でしたねで私この時期になるとよく買うのがこのさつまりこっていう商品わかりますかね皆さんじゃがりこ食べたことありますか そ,うそのじゃがりこのさつまいもバージョンでさつまりこっていうのがこの秋限定でよく出るんですよで、えっと、今まではあ実際どうかわかんないんですけど私の体感としてはコンビニでしか見かけたことがあまりなくてさつまりこ自体そうそう大手のショッピングセンターとかであまり見かけないのは私だけかなそうそうなので この時期になると必ずコンビニとかに立ち寄ってこのさつまり粉を買ってあ秋だなっていうのをここで,秋,で秋を感じるっていうのがよくありますあとその他にも結構お札スナックとかまあ全部お菓子なんですけどね <laughs> お札スナックとかがあるのでそれ買って食べたりとかいやもう幸せですねなんか芋っていいですよねなんか自然の甘みがあって あったかい商品が多いのですごく癒されます、個人的に。あとは、このミスドとか、あ、ミスドとかって言っていいのかななんかドーナツ屋さんとかに行くと、あの、芋のドーナツがあって、芋で作られたドーナツ。芋味のドーナツがあって、それも結構好きですね。なんか大学芋風味のドーナツだったりとか、さつまいも味のドーナツだったりとか、あるので、私は結構芋が好きなので、 嬉しい時期ですねあと今何だっけスターバックスさんでも芋のフラペチーノが出たりしてて私はまだ食べれ食べれてないっていうか飲めてないのでちょっとこの後でも遊びに行きたいなという気持ちでおりますはい食欲の秋ちょっと芋ばっか話したんですけど私芋以外にも <laughs> 結構好きなものがたくさんあってちょっと秋関係ないかもしれないんですけど私お肉がすごい大好きなのでちょっと今度お肉食べに行こうかなと思っていますそう先月も実はバーベキューとかもしてその次の週になんか知り合いとみんなで焼肉行ってみたいなすごい肉尽くしの月を過ごしたんですけどと今年も今年じゃないよ今月もなんだっけなシュラスコって言って たくさんいろんなお肉を食べれる機会があるのでなんかそこをホテルとかでやってるんですけどイベントこのシュラスコっていうイベントに行きたいなと思っておりますそうそうなんか噂、噂ってか聞いた話だとこのお肉を串刺しにしたお肉をイケメンが持ってきてくれて <laughs> 目の前で切って切り落として 分けてくれるらしいんですよ。で、しかもそのお肉食べるのも、なんか本人がストップっていうまではお肉が出続けるみたいなので、もうワンコそば状態ですよね。最高じゃないですかお肉好きだと。<laughs> たらふく好きなだけお肉が食べれる。ちなみになんかビュッフェもついてたりとか、あとはお酒とかも飲み放題に入ってたりするプランもあるらしいので、ぜひ 皆さんお肉好きな方いらっしゃったら調べてみていただければなと思います那覇でもやってるし茶炭の方でもやってるお店あるみたいなのでぜひぜひ調べてみてくださいあ行きたいとこたくさんあるんですよね <laughs> ご飯屋さんだとそう,そうあと私甘いもの好きなのでなんかモンブランとかいいなと思ってますあと栗ご飯とかも作りたいしもうたくさん食べて幸せな気分になりたいなと思っています ですですいいですねあ全然関係ないんですけどそういえば最近あの髪の毛を染めたんですよ今 <laughs> ツイキャスで私自分の写っている姿を見てるんですけど 全然わかんないですね。<laughs> 実はこれダークブラウンに一応染めてはいるので、光が当たったら少し茶色になるんですけど、全然なんか、そんなことない。そんなことないっていうのは失礼か。<laughs> じゃあ思っていた以上に明るくなりすぎなくて馴染んでるので、ああ、なんか良かったなと思ってます。実は私、は髪の毛染めるのほぼ初めてなんですよ。前頭で染めたことがなくて。で、なんか、機会があったので、ちょっと染めようかなっていうことで。 進めさせててもらってちょっと色落ちてきたら明るくなるかもしれませんみたいな,なんかこと言われてちょっとドキドキしてたんですけど実際色落ちてみたらあなんかこんな感じかっていうか綺麗になじんでくれたのでそうそうそう、まあ、やってよかったなと思いますいいですねで昨日ちょっと美容室のご縁が知り合い美容室の知り合いがあのセットモデルの 募集をしてててて初めて行っったんですよ美容室のセット持アシスタントさんのこの髪の毛のセットをする練習台みたいな感じで最近行ったんですけどそうそうそれも結構楽しかったですねなんかやっぱ美容師さんってすごいなと思いますなんかインスタとか最近 SNS で結構この動画が上がってると思うんですけどこのコテ,でコテっていうこのヘアアイロンですかね での髪の毛の巻き方だとかセットの仕方とかっていうのを SNS とか YouTube とかでも見れるんですけどでも実際これを商売にしてなんかお客さんにやってあげるっていうのがなんかそれもそれでまた難しいなと思ってなんか自分でやるのはちょっとわかるじゃないですかなんかあこうやって巻けばいいんだとかこうやればいいんだとかっていうのがわかるんですけどお客さんにやるってなると巻き髪 って言ってちょっとカールさせたりくるくるにさせたりする髪の毛の巻き方だとあ自分でやってる時はここにここを手前に倒して巻いてたのにお客さんにやるとあ逆なんだとかなんかもう一緒に昨日はセットするのを見,見ながらなんか右と左が2人で分かんなくなって。 あどっちに巻くんだっけみたいな。あ、ここ倒すんだっけみたいなのをちょっとわきあいあいと喋りながら <laughs> やってもらってました。結構面白かったのでいい経験になったなと思っています。ですです。いいですね。なんか食欲の秋から全然関係なかったんですけど、まあ、そういうなんか美容系にも手を入れてもいいのかなと思いました。ちょっと最近 なんだろうなやっぱ美容って大事だなって思うところがあったのでそうそうだなるべくね睡眠はとるようにしてるんですけどやっぱ食べ物大事みたいなので、まあ、食欲の秋っていうところもあるので <laughs> これを機にいいものを体に入れていきたいなと思ってますはいでも結構ねバランス バランスよくご飯を食べるっていうの本当に難しいですよね。なんか私普段あんまり自炊しないで買って食べちゃうことがすごい多いんですけど最近病院の先生になんだろうな、まあ、必ず自炊しなくてもなんだろうコンビニ飯とかでも後ろに書いてあるこの表記 なんかどういう食材が使われているのかだとかあとはカロリーとか栄養素とかっていうのを見て気にしながらなご飯食べれたら、まあ、ある程度いいんじゃないみたいなアドバイスももらったりとかしててそう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 いうところから、まあ、ちょっと美容とかも気をつけようかなってちょっと思ってます すいませんこの話長くなりそうなんでちょっと一旦 <laughs> 曲に行きたいと思いますそれではお聴きください「センチミリメンタル」で「スーパーウルトラアイラブユー」 リプレゼントのラジオリプラジパーソナリティのずんやまずんこです。よろしくお願いします。そう、ちょっと今ね、曲が。あれだったんですけどよしょ。はい、ということで、本日のトークテーマはまるまるな秋。について、お話ししていきたいと思います。 と皆さんからのコメントもお待ちしておりますので、どしどし送っていただけると嬉しいです。SNS でハッシュタグリプラジとつけて感想などつぶやいていただければ、後ほどメンバーが横させてもわりたいと思います。はい、ということで、えっと、先ほどは食欲の秋だよねっていう話をしたんですけれども、皆さんは今年どんな秋にしたいですかそうさっき食べ物の話しちゃったんですけど、 私、あれもやりたいんですよね。今年は読書の秋にも挑戦してみたいなと思います。ちょっと普段あんまり本を読む習慣が正直なくて、なんか本読むって言っても漫画だったりとか、あとは何だろう、ちょっと自己啓発系の本だったりとか <laughs> っていうのを読んでるんですけど、たまにはなんかどっちでもない小説とか、 なんか話題の図書とか読んでみたいなーって思ったりしてます。そう、本当に最近ね、積ん読しすぎて、積ん読って言って、まあ買って、そのまま読まずに積み上げちゃうんですよね。で、読もう読もうと思うんですけど、ちょっとなんか元気が出なさすぎて、最近読めてなくて。だから、漫画好きでよく買うんですけど、その買った漫画を開封せずに、 そのまた次新しい新刊が出たら買っちゃうみたいな <laughs>、いつ読むねんって感じなんですけど <laughs>。そうそう。なので、ちょっと今、つんどくの本が多すぎて、大変なことになっていまして、本棚を圧迫しまくっていて、最近はテーブルの上にも漫画が散乱しているような状態なんですよね <laughs>。そうそう。だからさすがに、ちょっと読もうかなと思っております。で、もしかしたら別の機会でも話したかもしれないんですけど、私、 ちょっと漫画の、あ、今日ね、その紹介す、漫画紹介しようかなと思って、漫画持ってきたんですけど、ちょっと車に置いてきちゃいました。<laughs> なんか今日こっち、こっちっていうか、スタジオに入るときに、あれ荷物少ないなと思ったんですけど、それだ。あっちゃ。まあなんか紹介はまた、原本、原本で現物の紹介はまた別だとして、まあ、いくつか作品あげさせてもらうと、 今、漫画で読んでるのが、日だまりが聞こえるっていう作品がすごい良くって、まあ、何かっていうと、えっと、主人公、男の子二人いて、一人が、すごく明るい性格の大地って、明るくてまっすぐな性格の大地っていう男の子と、もう一人が、ちょっと物静かなんだけど、えっと、まあ、思いやりがある性格の、と、高一。 っていう人人がが主人公の漫画がありますひだまりが聞こえる。ひらがなでひだまりがって感じで耳辺の方の聞こえるっていうのでタイトルがあっていうタイトルになっています。で、この漫画なんですけど今年7月か7月ぐらいから実写化してて実写ドラマ化してて今なんか TVer とかそういう動画配信サービスの方でも 見ることができますぜひ見てしいですでこのこういちくんっていう穏やかな性格の子があの何でしたっけちょっと耳が悪くてそうそう耳があまり良くなくてまあなんか周りからいろいろ言われてたりだとかこの周りの視線を気にしすぎるうちに ちょっっっとにに閉じこもててしまう性格になっていてでその人が大学に上がった時にこのまっすぐで明るい太一っていう新しいキャラクターキャラクターだ新しい、えっと、コミュニティの、えっと、人物と出会って、まあ、どんどん性格が変わっていきながらこの太一に惹かれていくみたいな物語になっていますこれは何かハートフルストーリーになってるかなと思いますなんかそれぞれぞが この漫画を呼ばなかったら多分この聞こえない人の感じ方だったりだとかこの接し方考え方っていうのはあんまりなんだろうな私も考える機会が本当になかったなと思ったのですごくいい漫画だなと思いますこの漫画が今ドラマ化はしてるんですけどドラマも追いつつ漫画自体も何巻出てるんだろうあれ 多分軽く10巻はいかないか78巻ぐらいは出てると思うんですよ7巻ぐらいかなそうすごくよくておすすめですなんか、まあ、男性同士の物語なんですけど初めて読む方にもすごいおすすめですね心が温まる話になっていますドラマも今追って見てるんですけどすごく心が温か,な温かくなるシーンが多くて と涙涙の話なのでぜひ見てみてくださいじゃあその他にも色々あってなんかボ,イボーイミーツマリアかボーイミーツマリアっていう演劇部のお話だったりだとかあとは光が死んだ夏っていう作品もすごい気にな,気になってるっていうか読んでるんですけど最新刊を積んどくしてるっていう <laughs> 感じまだ読めてないんですよねでこの作品もあれですよね今年か来年か来年ぐらいにえっと夏 アニメ化かなする話が出ているようなのでそこもすごい楽しみにしています物語としてはちょっと暗めなずっとちょっと暗いみたいななんか不思議な世界観なんですけどそうこれもぜひ見てみてほしいなと思いますそうそうコメントもありがとうございます平林さんですかねいつもありがとうございますはい よかったらゆっくりしていってください。ですね。っていうので、私はちょっと、積読してる本もさばきたいなっていう、たくさん読みたいなっていう思いもあるので、読書の秋もいいなと思っております。あとはね、私自身、体を動かすのも好きなので、スポーツの秋っていうのもすごくいいなと思ってて、まあ、なんか会社で、今年の秋にみんなで運動会しようぜみたいな。 話も出てたりだとか、あと最近はちょっとあ、私自身がこの歌の活動とかも少しさせてもらってるんですけど、その歌の活動をする中で、なんかもうちょっと上達するにはどうしたらいいかなって考えた時に、このいろんな人にアドバイスをいただいていて、その中の一つで、やっぱ体力だよねっていうところと、あとお腹の筋肉つ鍛えないとねとかっていう話が出てたので、ちょっとウォーキングとか、 ランニンニグととかかしようかなと思っています一応洋服は買ってこの動きやすい洋服は買ってたまにこの週1くらいで近辺歩いたりとか1時間とかかな歩いて、まあ、歌いながら歩くとかリズム刻めながら歩くとかっていうのを取り入れてるんですけどちょっと最近天気があまり良くなくて歩くとかっていうのができてなかったので、まあ、台風が過ぎ去ったタイミングでまた再開しようかなと思っております はい。ということで、ここで一曲お届けしたいと思います。それではお聴きください。超ときめき宣伝部でギュッと。 リプレゼントのラジオリプラジーをお届けしていきます。本日のトークテーマはまるまるの秋です。皆さんの。まるまるの秋、教えていただけると嬉しいです。とコメントもお待ちしております。ツイキャスなどで、どしどし送っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、まるまるの秋。いろいろあげたんですけれども。最強、あ、最初はね、食欲の秋。で、さっきは読書の秋。 で体も動かしたいねっていうところでスポーツの秋いろいろ喋ったんですけどやっぱり自分自身が今音楽活動をしているので、まあ、音楽の「音楽の秋」っていう単語があるのかもわからないんですけど音楽やる秋にしてもいいのかなと思ったりしてますそうそうさっきあのスポーツの秋っていうところでいろいろ今活動しててなんかその関係者から アドバイスもらったりとかする中で体力つけていったらいいんじゃないっていうアドバイスももらったんですけどその他にもいろいろアドバイスもらっていて例えば、まあ、なんかメトロノームとか使ってすごくリズムの練習するだとかあと楽器触るとすごいいいよっていうのは言われてて、まあ、音感だったりとかこのリズム感とかあとはカラオケで練習することがすごく私多いんですけどそうするとこの音源 で音源の範囲でしかうまくなれないでなんかもうちょっとその一歩先を行くにはどうしたらいいかって考えた時にやっぱり生の演奏だとかっていうところでやっていかないといけないんじゃないみたいなアドバイスもいただいたりしたのでそうそうそれもあって最近はちょっとギターとか買ってやってみようかなみたいなちょっとギターに興味が出てますももととあんまり ピアノはちょっとだけ楽譜見ればわかるかなぐらいなんですけどギターは本当にわからなくてちょっとね今足踏みしてます <laughs> 買おうかな買わないどこうかなみたいなそうそうでも結構ねアドバイスもらったので買うかって気持ちはあるんですけどそうそうですね結構いろんな秋について話させてもらったんですけどまだまだ沖縄の秋は もうちょい先になるかなと思いますので皆さんもゆっくり今年の秋見つけていけたらいいのかなと思ってますあとちょっとね別の話なんですけどちょうど先ほどから天気がすごく悪くなってて <laughs> さっきはなんかあちょっと風強いですねとか言ってたんですけどなんか雨も強くなってきてるので今からお出かけされる方は気をつけてくださいって感じですそれではここで一曲 お届けしようかなと思います。はい。<laughs> ちょっと今日はね曲を多めで行こうかなと思っています。なんか紹介したい曲もすごいたくさんあるので、なんか今度曲の回とか作ってもいいかもしれないですね。ちょっとやってみよう。はい、それでは1曲お届けいたします。川崎川崎高谷さんで夕日の上。 リプレゼントのラジオリプラジとうとうエンディングの時間となってしまいました早い早いはい、はいはいはい、私から本日告知が2つございますまず1つ目アッシュフラストニューシングルリリースツアーコネクトアット沖縄シンガーソングライターアッシュフラストのニューシングルリリースツアーに男女のボーカルユニットメレとして私が出演決定いたしました 日程がなんと明日9月15日日曜日17時20分から開園となっております場所が那覇市にあるライブハウスギグ昭和さんでやる予定ですで料金としてはお一人様2000円プラスワンドリンクオーダー制なんか変な言い方になったワンドリンクオーダー制となっております で当日もチケットを受けたまわっております。ちょ台風の影響、心配だったんですけれども、ちょこの調子だと、まあ、特に大丈夫かなと思うので、もしご興味ある方、お時間ご都合合う方はぜひお声掛けいただければ嬉しいです。で今回、メレで出演するんですけれども、メレが、えっと、2番手になっております。わあわあメ番番手にに出出ますででが18時頃になっているので ぜひ遊びに来てくれると嬉しいですで15日、結構、ね、いろんなイベントとかも入っているので、なんか、メレ見た後に他のイベントとかも回るのもいいんじゃないかなって思っています。はい、で今回、久々にメレで出るんですけど、ちょっと朗読も今回、久々にやろうかなと思っておりますので、そこもぜひご注目いただけると嬉しいです。はい、では、続いて2つ目。 奥間祐一ワンマンライブ2024ウォークオブライフ県内外で活動中のシンガーソングライター奥間祐一さんのワンマンライブウォークオブライフに新グループノータイトルとして私ずんやまずんこが参加いたしますこちらは日程が来月ですね10月13日日曜日で19時からの開演となっております 場所はサウンズグッドさんでやる予定です、ま、那覇市牧師の方にあるライブハウスですねで料金が前売りが2500円当日が3000円となっておりますこちらも絶賛ご予約受付中なんですが事前予約の方が少し料金もお得になってますのでもしご興味ある方は事前にお声掛けいただけると嬉しいです 直接ね、奥間裕一さん、お知り合いの方は、奥間裕一さんに声かけていただいても結構ですし、と、私、ズンヤマズンにもご連絡いただければ、全然予約取りますので、ぜひよろしくお願いします。で、このノータイトルなんですけれども、今年結成したユニ,ユニットグループになっておりまして、となんと、オリジナル楽曲を今、制作中です。パチ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 ということで、そこも見どころになっておりますので、ぜひ応援しに来てくれると嬉しい。 よろししくお願いいたします、はいでえっと、ライブハウス、この2つ、アッシュフラストさんのライブと、あと奥間裕一さんのライブ、両方ともお席に限りがありますので、えっと、お早めに、えっと、ご連絡いただけると、すごくいいかなと思っておりますので、よろしくお願いします。 本日のエンディングソングは思いの丈で産声。この曲を聴きながらお別れです。次回の放送は9月28日土曜日15時からお耳にかかります。それでは皆さん良い週末をお過ごしください。せーの、リネクストー。バイバーイ。